マイナビ仙台レディースは2023-24 シーズン中、チームへの支援、ご協力をいただいたスポンサーや企業、団体の方々を招いて謝恩会を行いました。無事にシーズンを終了しましたことをご報告申し上げます。ありがとうございました。4月に監督が変わり、チームとしてのサッカーの方針であるとか、明確な準備の仕方ですとか、そういった意味でチームの体制が新しく固まったというところは、来シーズンに向けて大きく期待できるところかなというふうに思っております。躍動感あふれる、そしてチームが活気にあふれる、で皆さんに感動を与えられるような、そんな姿を発揮できるようなチームにしたいと思います。それでその結果に勝利があって、その勝利を皆様と分かち合えるようにしたいというのを想像しながら、来季も努力していきたいというふうに考えております。毎試合、ドキドキワクワクするような試合を展開してくれたことに、感謝をしたいと思います。そして、来シーズンに夢を持たせてくれたこと、そういうことに、非常にこれも感謝したいというふうに思っております。今シーズン本当にお疲れ様でした。来シーズンに期待してます。シーズン中苦しい戦いが続く中でも、いつもチームを支え盛り上げていただいたスポンサーの方々へ、選手スタッフが改めて感謝の気持ちを伝えました。チームでの今シーズン最後の活動となった謝恩会。マイナビ仙台レディースはまた新たな気持ちで来シーズンに向かっていきます。